明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するカープの先発は右の九里、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の原樹里、マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは菊池。背番号33、はい、第9、投げた、変化球ストライク、アウトローへ。少し迷ったか。第2球インローの直球はボール。投球はこれから3球目、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打った、センター前ヒット、菊池いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた、ボール。第2球投げた、ここで送ってきました。ピッチャーの右へ転がした、タッチはアウト。これでワンアウト、ランナー二塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。第1球投げた、直球見送ってストライク。第2球投げた、外角見送ってストライク。第3球を投げました、アウトコース、ボール。第4球はボール、内角低め。第5球投げました、ボール。投げました、空振り三振。バッターは4番マクブルーム、大きな声援が届いています。第1球投げました、内角低めいっぱい、ストライク。いきなり151キロ、投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球完全に外れた、ボール。投球これから4球目、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。原樹里、ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。スワローズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは坂倉。第9投げた、あっと引っ掛けた、オスナ掴んだ、オスナ自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは林。背番号44、第9投げた、直球ストライク。第2球投げた、低めいっぱいストライク、これで追い込みました。投げた、1球外してボール。第4球を投げた、内角えぐるスライダー、空振り三振。バッターは7番野間。背番号37。第9初球はストライク。第2球投げました、打ちました、引っ掛けた、山田を掴んで、これで3アウトになります。原樹里3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは矢野。第9投げました、ストレート見送ってストライク。第2球投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球は一つ外した、ボール。投球これから4球目、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターはピッチャー栗。背番号11。第9初球決まってストライク、まずは決めてきました、ストライク。もう追い込んでいます。追い込んで第3球を投げました、一つ外してボール。投げました、ボール。第5球投げた、見逃し三振。打順はトップに帰って菊池。第9
初球空振り、149キロストレート。第2球投げた、アウトロー、外れてボール。第3球は打ちました、ファウルボール。第4球を投げた、外れた、ボール。投げた、危ない球。投げた、打った、ショート真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。原樹里、この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは西川。第9投げました、アウトコース低め、外れてボール。さあ次の投球、投げました、高速シュート、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、外角低めいっぱい、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、三塁線切れました、ファール。第5球投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、空振り三振、バットアウト。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げた、アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール、外へ。さあ4球目、インロー、ストレートは外れてボール。さあ5球目、打った、当たり損ね、ピッチャーゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番マクブルーム、今日2度目のバッターボックス。ストレートはボール。投球これから2球目、スローカーブ、見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、ボール。十分ご注意ください。さあ7球目、打ちました、長岡、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。原樹里、この回きっちりと3人で抑えています。4回の表が終わって0対0です。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは坂倉、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、打った、セカンド左へのゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番林、今日の第1打席はスイングアウト。投げた、ストレートはボール。第2球投げた、高速シュート、見送ってストライク。第3球を投げた、スライダーはストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、山田取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには野間、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、低め、外角、ストライク。第2球投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。原樹里、この回も三者凡退に切って取りました。5回の表が終わって0対0です。0対0で迎える6回です。バッター、曽根。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。次は4球目、投げました、内角スライダー、見逃し三振。第9投げた、直球ストライク、アウトローへ。第2球
投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。さあ4球目、低めのボール引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って菊池。第9投げた、ストレート決まってストライク、いきなり150キロ。1球目空振りから、第2球投げた、打ちました、打球は三遊間へ、アウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは西川。第9投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、高速シュート、ボール。投球は3球目投げました、決まってストライク。次は4球目投げました、打ちました、三遊間の打球、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは3番秋山、今日は三振とピッチャーゴロ。投げました、ボール。第2球アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げた、ストライク、タイミング合いません。投げた、スローカーブ、見送ってストライク。次は5球目打った、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。投げた、ボール。スワローズここは引っ張りに警戒します。投球これから7球目打ちました、センター前に出る、これはヒットになります。秋山ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは4番マクブルーム、今日は三振とショートゴロ、見送ってストライク、一塁牽制、タッチセーフ。第2球2球目空振り、150キロのまっすぐ。第3球を投げた、スライダー、ボール、アウトローへ。第4球を投げた、これは引っ掛けた、ショートの頭上フラフラっと上がっている、取りました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第1球まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、村上ボールを取る、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の神宮球場、さあ夜空高く花火が打ち上げられました。8回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは林、今日は三振とセカンドゴロ、アウトコース低めいっぱいストライク、まずは決めてきました。投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、外角、高速シュート外れてボール。次は4球目投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。第9投げました、外れた、ボール。第2球投げた、アウトコース低め空振り。第3球を投げた、決まった、ストライク。第4球は見送ってボール。第5球投げた、スローカーブ、空振り三振、2者連続三振になりました。ピンチヒッターは相澤。背番号27。第9投げた、打ちました、長岡掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。原樹里三者凡退に抑えています。8回の表が終わって1対0です。カープ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは堂林。第9
ボール。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げました、高速シュート、見送ってストライク。第4球を投げました、外角低めいっぱい、ストライク。追い込んで投げました、変化球、空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げました、あっと引っ掛けた、ボテボテの当たりはショートゴロ、一塁送球、頭から滑り込む、セーフ。記録はヒットになりました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。スワローズ1点差で逃げ切りました。本日の試合はスワローズの勝ちでございます。勝利投手原樹里、西武田口、敗戦投手九里でございます。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。